あんたたちということでですね、今日久しぶりに私の夫ちゃんに登場してもらいました。仕事帰りなんですよ、夫ちゃん。ね、もう疲れ切ってるんですよね、顔がね。疲れましたか？去年の終わりにですね、初めて登場したじゃないですか、私の夫ちゃんが。初めての登場ですよ。ね、私、ほら、元男性。かつ、彼より15歳上なわけですよ。そんなね、人間と結婚したのはね、どんな人なんだということでね、皆さんのご要望があったじゃないですか。夫ちゃん見せてくれ。夫ちゃん見せてくれ。夫ちゃん見せてくれ。見せてくれ、見せてくれ。お前はどうでもいいから早く夫ちゃんを登場。そんなね、様々な声にお答えいたしまして、去年の末にね、初めて登場したんですけれども、皆さんからのね、たくさんのね、素敵なコメントがね、とっても嬉しかったみたいでね、結構ね、ニヤニヤしながらね、スマホをね、ニヤニヤしながらね、スマホをね、スクロールしてましたね。よかったですね。よかった。なんか、たくさんね、見ながらお褒めの言葉いただいてね。うん、嬉しい。よかったですよね。まあ、なかなかね、現実の世界においてですよ。まあ、現実の世界なんですけども、一気にね、何百人から褒められるなんてあんまないじゃないですか。よかったですね。うん。よかったね、うん。喜んでました。コメントいただいた方、ありがとうございます。安藤。本日の本題です。いや、まあね、前回ですか前々回ですか付き合ったぐらいまでの話はしたじゃないですか。そこからね、結婚に至るまでどんな感じだったんですか結婚を決意するまでどんな感じだったんですかっていうね、質問も多々いただいたので、今日はそれにお答えしたいと思います。夜の〇〇〇の相性が良かったから結婚を決めましたっていうお話です。安藤。ですね、私たち、実は付き合ってもね、結構遠距離の時期があったんですね。私、東京にその時住んでて、彼は、まあ、関西の方に住んでたんですよ。だからね、遠距離じゃないですか、完全な。お互いをよく知るにもね、こう手段があんまりなかったんですよね。1ヶ月に1回ぐらいでも会ってたんですかね。そんなに会えたかな。でもね、当時はね、なんともうね、 LINE がね普及してたんですよ。 LINE って便利ですよね。無料で何時間でも話できるから。だからこうお互い顔を写し合って、うん、写し合って顔写し合ってお話しするっていうのが大体のあれだったんですけども、ある時を境にね、あることをね毎晩始めたんですよね。大人の匂いがする。みんな、それを期待して、ここをクリックしたんでしょ？夜の〇〇〇とか言うと、あれかな？もしかして、あんな話すんじゃないの？とうとう安藤ちゃん、そういう話ですかって、そう思ってね、ここをクリックしたでしょ？ね、ね、私たち毎晩してたんですよね。私たちね、毎晩してたんですよ。夫ちゃんの仕事が終わって、そこからね、夜の2時ぐらいまではね、ずっとしてたんです。何でしょうか？果たして何でしょうか？モンスターハンター！モンハンですよ、モンハン。私たちね、1日ね、4、5時間ぐらいね、2人でモンハンやってたんです。関西と東京で。モンハンって知ってますか？女の子たち。このね、動画を見てるのは、7割か8割ぐらいは女の子なので、ちょっと、説明するね。モンハン、モンスターハンターっていうのはね、ゲームなの、ゲーム。任天堂 DS でやってたんですけれども、モンスターを狩るっていう世界に入って、二人でもうひたすらね、モンスターを狩っていくんですよ。狩る。狩り、狩り。モンスター狩り。大きくてね、強いモンスターばっかりなんですよ。それをね、二人で倒していくんですけども、私たちの役割は、彼は両手に剣を持ったり、接近戦なんですよ、彼は。だから結局は。彼はモンスターに近づいて接近戦をする役なんですね。そして私はね、そのモンスターからめっちゃ離れて遠くから銃を撃つっていう役割だったんですよ。私もね、近づいてね、モンスターを倒したかったよ。彼の手伝いをしたかった。でもね、究極にね、下手くそだったの私。だからね、遠くに離れてね、銃を撃つぐらいしかできなかったんですよ。彼はすごい上手だったからね、バッシュバシね、モンスターの下にくぐってね、下に潜ってですよ、モンスターの。下に潜ってブシュブシュ切ってるんですよ、モンスターを。それを私は遠くからバーンってやってるわけですよ。こういう感じでですね、協力プレイをしてたんですよ。彼はね、接近戦だから絶対にね、気を抜くチャンスはないんですよ。もういつもモンスターに接近して、ブシュブシュ切ってたからね。でも私は、遠くだからね、ちょっとね、自分の好きなこともできるんですよね。私はね、ヒットポイントを回復するね、肉を焼いたりするんですよ。私、戦闘中なのに。上手に焼けましたアンドみたいな感じでですね、戦闘に全く関係のないことを私はしたりしてるわけですよ。大変なのに一人で相手するのなんて。そういうことをね、私がしてもね、彼はね、全然怒らなかったんです。それって大事なことじゃないですか？ゲームってね、本性が出るじゃないですか。ね。いつもね、優しい彼氏がね、ゲームとなったらね、あら、猫らムカつくんじゃムカつくんじゃなんじゃおらとか、変わっちゃうっていうことよくあるんですよ。男の人の本性を見ようと思ったら、ゲームをさせるか、車に乗せるか、どっちかなんですよね。車の運転させるか、ゲームをさせるか、どっちかなんですよ、きっと。彼の場合ね、全然変わらなかったんですよ。彼が一生懸命戦ってるのに、私はこう、草を積んだり、大事な、なんか鉄鉱石
があるんだってカン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 一人でやったりして一生懸命アイテムを集めたりしてるんですよ私は。それなのにね、彼は全く怒らなかったんですよ。なんて人間ができた人なんでしょうか。それをね、約半年ぐらい続けましたよね。うん、楽しかったな。半年ぐらいして一緒に暮らすために私が関西に帰ってきたんですけども、電話しながらできてたもんね。だから話しながらゲームしてるから、そうそう、あの LINE があるから、うん、LINE をお互い付け合ってめちゃくちゃ喋りながらやってるんですよ。あ、お願いみたいな。もう だいたい私のセリフはね、あ、お願いだったと思います。あ、お願いみたいな。私無理やから。そんな風にね、私ね、遠くに離れてね、ただ撃ってるだけだったのに、それなのに敵にやられて死んじゃうんですよね。なんでだろう。あんなに遠くモンスターからすごく離れて距離を保ちながら銃撃ってるのに、モンスターね、跳躍とかしてくるんですよ。ぷよーんとかって言って、それを私避けきれないから、モンハンの死に方はね、いきなりね、画面が暗転するんですよ。そんな風にモンハンって死んだら、そのたんびにね、彼はね、近くでプチ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 頑張ってたのに、いきなり相手がふわーって死ぬわけですよ私が。なんなのって感じだったと思うんですよ。夫ちゃんはね、よく怒らなかったですね。イライラしなかったんですか。いや、惜しいとか思ったことあったけどね。モンスターが死ぬ。モンスターがね、死ぬ直前になると、よだれをダラダラ出し始めるんですよ。あ、もうちょっとでこのモンスター死ぬぞっていうところでね、プシプシプシプって、夫ちゃんやってるのに、私がそこでね、いきなりふわーって死ぬんですよね。何の貢献もしてないのに死ぬんですよ、いきなり。そういうようなことをね、半年ぐらい続けまして、一緒に暮らし出したんですけども、東京からね、その、彼の家に着いて、よし、じゃあ今からモンハンやろう。変わらん。そうそう。やること変わらん。そう、遠距離でも、一緒に暮らしてもね、やることは変わらなかったんですね。ずーっとね、二人でね、モンハンやってました、とにかく。毎晩毎晩。一年ぐらいやったんじゃないかな、結局。それがね、結婚の決め手になりました。なんて言うんだろうね、趣味が合うって大事よね。大事やね、やっぱり、うんうん、私ほらやっぱりね、なんかハイブリッドなんですよ。だからそういうゲームもできる、下手くそなんですけども、やっぱりね、ゲームも好きなんですよね。だからね、一緒になって楽しめる、そんな風に趣味が合うっていうのはね、大事だなってその時思いましたね。ゲームの中で怒らず人格が変わらなかった、そしてお酒を飲んでも変わらなかった、車に乗っても変わらなかったっていう三つの変わらないが私の結婚の決め手になりました。なんかすごい偉そうに言ってるんだけど、まあどっちかというと、彼の方が一大決心だったわけでね、本当はね。でも、ゲームとか影響しなかったですか？いや、楽しかったからね。うん、うん、うん。私たちは、そういう方法で、こう、親睦を深め合っておりましたね。うん。あんたたちが期待した下ネタじゃなかったね。まあ、モンハンをね、まあ、付き合ってから1年ぐらいはやってたんですけども、その後に、もう何年も一緒にやってるのが、マーベルの映画知ってますか？アイアンマンとか、キャプテンアメリカとか、その映画のゲームがスマホであるんですよ。それをね、二人でね、ずっとやってるんですよね、何年も。マーベルの映画が好きなんですよ、二人ともね。最初教えてもらったんですけどね、夫ちゃんに。もうあまりにも面白くて、ヒーローもんなんですよ、ヒーローもの。ハイブリッドだから、そういうヒーローもんとか大好きなんですよね。それにハマっちゃって、ゲームも始めて、それをもう数年やってますね。うん、でもね、そろそろね、別のゲームもやりたいなと思っておりまして、次はね、桃鉄をしたいと思ってます。桃鉄って言ったら、いつからあったの？うん、私ね、もう桃鉄初めてやったのね、大学生ぐらいの時だったと思うんだけど、ちっちゃい時からあったよね、うん、あった。スーファミでやったら。お、よかった、スーファミ知っててくれて。スーファミ知ってる？スーファミでやったな。え、一番最初のゲーム機でスーファミじゃん。うん。私からしたらスーファミなんてもうなんか大きくなってからですよ。え、スーファミっていつ？私が、中学校、高校くらいの時じゃないのかな。プレステじゃなかったの？プレステ、あ、どうなんやろ。いや、違ったな。スーファミ。いや、わからん。出てたんかもしれんけど、スーファミやったな。スーファミ2とストリートファイター2とかしました。やった。スト2。何使ってた？スト2。私はもうチュンリー一択よ。チュンリー。もう私ね、女の子キャラが好きなんですよ。女の子キャラばっかり使う。うん。竜やな。ってた。もう一番白道着に髪ツンツンの必殺技の名前を。波動拳ね、うん、私はね、うん、チュンリーだよ。もしくはダルシム。ヨガフレイム、ヨガファイア。腕伸びるやつな。そうそう、皆さんスト2やりましたか？私ね、あれね、すごく好きだったくせにめちゃくちゃ下手くそだったんですよ、本当に。また
もうね、格闘ゲームやったらね、もう険悪なるから嫌なの。私があまりにも、もうこんなゲーム嫌やーってなるんですよ。本当に。大乱闘やったやん。スマブラね。大乱闘、スマッシュブラザーズって知ってますか皆さん。彼はね、それが世代なんですよね。もうスマブラっていう存在も知らなかったもん、私。私の中で、マリオって言ったら、マリオカートで止まってる。レッキングクルーとか知ってる？レッキングクルーとか、みんなレッキングクルーとか知ってる？知らない。ドンキーコングで出てるやつ？知らんわ。あ、ここでもね、もう、凄まじいジェネレーションギャップですよ、これ。バレへん。ね。え、ちょっと待って、私と同世代だったら、ファミコンだったよね、まずはね。何やってた？私ね、バルーンファイトでね、殺し合いやってたよ、よく。味方同士でね、まずワープして、画面のこっちからワープしてって、こっちから出てきて、味方の風船割るの。バルーンファイトね。もしくは、アイスクライマーでね、もう一人をね、置き去りにするってやつよくやってた。ボンボンボンってね、どん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 上に上がってってね、早く上に上がっていくとね、もう一人が取り残されて死んじゃうんだよね。全然わかんないね。わからん。まあね、ジェネレーションギャップのね、続きのお話はね、また次回にしましょうか。いろいろネタはあるんだよ。あんたたち！また見てね。アンド！